ローランド・ラッツェンバーガーはオーストリア出身のレーシングドライバー。日本ではラッツェンさんの愛称で親しまれていた。ドイツ語ではローランド・ラッツェンベルガーと発音する。5歳の時感染したレースがきっかけでレーシングドライバーになることを決意。その後、父の勧めで入った大学を中退してレース活動を開始した。1981年から2年間。 ジムラッセルレーシングスクールでメカニックとして働いて活動資金を得て1983年にドイツでフォーミュラ・フォードでレースデビュー。1986年にイギリスで行われた FF1600 フェスティバルで優勝。1987年からイギリス解散に進出。ツーリングカーレースでも BMW のワークスチームであるシュニッツァーのレギュラードライバーになる。 1989年、イギリス海参前参戦の傍ら、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権に、トヨタのセミワークスのサードから参戦。1990年のサードとの契約内容には、トヨタの3.5リットルなマシンの開発ドライバーを務めることが盛り込まれており、開発ドライバーとしての評価が高かったことが伺われる。 1990年は全日本海3000にも参戦。するが、開幕戦で予選落ち。以後数レースに、スポット参戦。全日本ツーリングカー選手権に、BMWM3 で参戦。また、1992年、1993年には、ステラから全日本海3000に、再び参戦して一勝を挙げるなど、日本のレース界との関わりは深かった。 1994年に、新興チームのシムテック報道と5戦のみの契約ながら、念願の F1 のシートを獲得した。開幕戦のブラジル GP は惜しくも予選落ちしたが、岡山県の TI サーキット間で行われた第2戦、パシフィック GP で予選を通過。馴染み深い日本で、開1デビューを果たし、11位で完走した。 予選二日目走行中に発生した事故直後のラッツェンバーガー・ビルヌーブコーナーが、ラッツェンバーガーの事故現場となる。翌日の決勝では、直前のコーナーであるタンブレロにて、アイルトン・セナがクラッシュし事故死するアクシデントが発生した。しかし、続く第3戦3割の GP において、4月30日の予選二日目でのタイムアタック中、ビルヌーブコーナー手前で、 フロントウィングが脱落し、コントロールを失い、マシンは時速3 1 0トルでコンクリートウォールに激突した。病院に搬送されたものの、頸椎骨折、内臓破裂などでほぼ即死の状態だった。33歳ボーツ。事故の衝撃は強度の高いカーボンモノコックに穴が開くほどのものであり、ラッツェンバーガーの体は露出していた。なお、 突然ウィングが脱落した要因については、事故の直前の週に一度コースアウトしており、その時にフロントウィングにダメージを受けていた可能性が高いと言われている。レースウィーク中では、1982年のリカルド・パレッティ以来12年ぶりに発生した死亡事故であり、第一マシンドライブ中でも1986年のエリオデ・アンジェリス以来8年ぶりとなった。 1994年のルーマンでドライブする予定であったトヨタ 94CV。車体にはラッツェンバーガーの名がプリントされている。この年はレギュレーションの大幅改正により開幕前から安全性に疑問の声が上がっていた。開幕前のテストでは JJ レートが負傷し2000を欠場。開幕戦後、ジャン・アレジも同じくテスト中の事故で負傷し、 その後の2戦を欠場した。ラッツェンバーガーの事故が起こったサンマ割の GP では予選1日目にルーベン・スバリチェロが大クラッシュで尾骨を骨折。決勝ではアイルトン・セナの死亡事故を含む複数の事故が発生し呪われた週末と言われた。その後も第4戦モナコ GP でのフリー走行の事故でカール・ベンドリンガーが意識不明の渋滞に陥り、 モナコ GP 後のテストで、ペドロ・ラミーが事故を起こし、足に全治1年とも言われた重傷を負った。続く、スペイン GP の予選でも、ラッツェンバーガーに代わって、チームに加入したアンドレア・モンテルミーニが両足を骨折する事故を起こすなど、重大事故が多発した。安全性に問題がある状況が浮き彫りになり、レギュレーションがシーズン途中で変更される事態となった。 レーシングドライバーとしての経歴を若く見せるため、自身は1962年生まれであると、しばしばアナウンスしていた。このことで父親との関係が悪化。その溝は、生涯埋まらないままだったという。レーシングオンナンバー052、P31、武州、処防、1989年。レーシングオンナンバー069、P54、武州、処防、1990年。 リザルトリポート1992年前日本海3000選手権第9戦ブリジストンモータースポーツ http コロンスラッシュスラッシュトブリジストンドットシーオード c o j p スラッシュデータベーススラッシュリザルトリストタイプ 11r リットイコール2532011年8月22日閲覧ジョから回一参戦中だったが 開幕戦ブラジル GP で受けたペナルティのため、マリの GP を欠場していた。a s k 9 4マリの GP、特集号、デートナ24にアワーズマイナス。r a c i n g s p o o r t s c a r s c o m 2018年6月13日閲覧。ありがとうございます。